わさこら、ラジオ。はい。えー、ちょっとだけボリュームは下げ目でいきたいと思います。さすがに、深夜2時前でございます。今日は、もう九州に来て5日目の深夜ですかね。ホテルに最後を終えて帰ってきたところでございます。めちゃくちゃ静かなのでね、今周りが。ちょっともう最後はおとなしくラジオと撮ってますけど、 いやあ、ちょっと胸がいっぱいで言葉にするのが本当に苦しいとんでもないライブをすることができました。八代の皆さんのおかげで八代の皆さんというかもう今日この場所にいてくれた全員の全て一人残さず全員のおかげで もう何もかも超えてしまいましたねちょっと今までの全てをもう全部今日一日で超えたようなそんな夜をになりましたそんなライブになりました思ってたのとまた全然ちゃうちょっともう奇跡としか言いようがないかもしれん奇跡の意味わからんけどもう自分が それの原因がその奇跡の原因が自分やとしたらこんな幸せなことあるんかっていうぐらいの気持ちでして今ちょっと余韻に浸ってるところの騒ぎじゃないですねいやちょっとまあ気を取り直してね今日のライブレポートをねちゃんとしますとパピコさんソイビーンズでジョニーホネオさん で私の今日は4組でねツアーファイナルをやりましたパピコさん初めての3ピースのバンドで地元唯一の地元のバンドでお客さんすごい呼んでくれて、ね、地元で盛り上げようとね意気込んで頑張ってくれたのもすごい伝わってね何よりも初っ端からライブでかましていただいて。 めちゃくちゃ楽しかったもうその時点であもうほんま今日終わってまうんかって終わってまうんかって思いながらも一瞬で時間が過ぎ去ってそういうビーンズもう最高のライブでしたねもう本当に最高もうその時点で会場がもう一体となっててツアーファイナルをうちだけやと思うけどツアーファイナルって気持ちで望んでた一番うちがそうやと思うんやけどみんなは どんな気持ちでいてくれたんか分からんけどそれでもうちが見ててめちゃくちゃツアーファイナルかもうもう雰囲気がもうねもうなんというのかもうもう夢の中おるみたいな感じのね空気が出来上がっててもうもうね時間止まってほしかったもんねその時点でもうめちゃくちゃ盛り上がってるというかまず会場がやつしろの人たちがほんまにウェルカムで温かくて。 うちライブの前から顔面のくしゃみ買っていくお客さん初めて見たもんね初対面だよ今会った人ですみたいな人がこれ可愛いねって言ってさまあいろいろしゃりながらなんかもうすでにもう,うちのライブの前からなんかも着替えてて初対面の人がよすすご,すごいどっちやなとまず思ったのが思,思いながらね でジョニー・ホネオさんあたりでもう,うちね3日目そのジ,ョニージョニーさんやらホネオさんやら暴走ラインホネホネロックスさんらとあの一緒に回って3日目ともなると今日はあの 3, 人で3人編成でやってあったんやけどなんかもう曲聴くだけでもめちゃくちゃええもらってもって「パンクもロックもとっくに忘れちまってるわー」って。 いうのも心で歌いながらちょっと本ま泣きそうになってその時点でねめちゃくちゃ素晴らしい空気になっててももうやばかったもんでその時点ででうちのライブ、まあ、正直この4日間のセットリストすごいしっかり最初は組んでいってて、まあ、初日2日目とかはまあセットリスト組んでしっかりその通りやってたんやけどまあちょいちょいちょっとね ちょいちょい気分で変えながらやけど基本セットリスト組んでいってたのね今日もこれでやろういこっかなとか思ってたんやけどもう吹っ飛んだもんねもう全部ぐちゃぐちゃってした感じやって自分の中ではねあ今日こう,もうここではここではもうもうねもうここの全ての人もと自分が一番もう楽しい 楽しんで帰ろうっていうもうその思いだけで歌い始めてそっからほんまよく覚えてないんやけどそっからよく覚えてないんやけどそうやのに楽しく楽しくほんまに楽しくライブさせてもろってやのにねなぜかもう最後涙で前見えんことあるんやっていうぐらい泣いとって。 ラジオ撮りながら泣きそうになってる目の前にお骨尾さんがおってで初めましてのお客さんも目の前に行ってくれたりしてでちょっと後ろの方にツアーの道中で世話になった兄貴たち兄貴や姉貴たちがいてでまあお客さんもたくさんいてなんか人ずつの顔をこうババって見てるとあやばいなと思いながら。 でもやっぱこう目の前に骨尾の兄貴がおるのがすごい目,目についてねもうちょっと顔見たらあかん思いながらやってたんやけど「茜空」最後に歌った時にねなんかもうとちょっとこんだけ東京でもいろんなとこでもやってる歌やのに。 歌っててさそれをさ骨尾さんがさその瞬間にうちもう決壊してもうてなんとなくこらえとったもんがもうこらえきれいになってもうてあかんわ思ってそっからもう必死ようちは何回あのボイラーレグガメでも泣いてもうて歌えになったことなんか幾度となくあるけど。 その度うちは自分を殴って反省して「何を何をしとんねん」ってやってきたんやけど今日九州のツアーファイナルでそんなことなったらあかんと思って必死に涙をこうねまあ涙をこらえながらというかもう涙も全部出しながらちゃんと歌おうと思ってもう泣くの我慢して髪殺してちゃんと 整えて歌,う歌おうって今までやってきたけども全部出しながらしっかり歌ったね今日はちゃんとどんな形で成長しとんねんっていう感じないけどあかんもうほんまに最高やったこんなライブしたことないもうあれが ほんまのライブって言うんやったら、あんなライブ二度とできんって。してし、こんなライブをし続けた、し続けていかなあかんのか、してこんなライブをしとったあかんのかももうわからへん。でも,でも今日はちゃんと歌ったけど、危なかったけど、ちゃんと歌ったから、歌えたからよかったんやけど。 こんなことになろうか。知らへん土地で。なんなんやろな。何が操作すんやろ。みんな、それはギュンの持ってるち、なんかその力のおかげとかさ。みんなはそう言うてくれんねんけど。一人じゃここまでできんよ。一人じゃこんなことならへんもん。みんなの、作ってくれた土台と。 きっかけ遅れてたった一人じゃこんな景色見れんかったこんな奇跡を起こせんかった <laughs> 全部を超えてもうた八頭が「ごめんなさい」4日始まってからずっと最後やったけど今日はちょっとホンマにこれはまあその積み重ねのおかげがあってね行く橋から始まって最初からずっと最高で2日目の唐津で。 カラスの力をめっちゃもろてそこでもちょっと裸になってわわって感情むき出しになったけど3日目の佐世保でまだ初めてのとこでしっかりしっかり自分を持ってライブできてああこうやって成長していくんだなって思っていろんなライブをいろんなふうにして経てうちはちゃんと。 自分を確立していくんだなってそんな気持ちで挑めた佐世保それをまた今日やつ城で全部飛び越えてもうたもうこれがなんか成長なんか進化なんかもうなんか分からんただ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 すごいライブをさせてもらいましたそんな感じですさしてくれたような 気持ちですやからそれをさらにうちは超えようともう全部を超えていけたはあ無料ですうちのね目標いろいろあったんやけどまあライブはもちろんええライブするのはもちろんやけどね一応そのまあ九州来るってなかなかそのね 費用もかかるかるら自分の中でも目標を一応設定してたんですよそれで決めとかんとライブもう,うちあのなんかええー、ライブせんと CD も売れへんやんかええー、歌歌わんと CD 買おうと思わへんやんかええー、ライブしてうちを好きになってもろてやっと物販も売れるってグッズも売れるって思ってるからその延長線上でちゃんと物販売ってせめて赤字にならんようにって。 思ってたよねそれぐらいの目標やったんやけどでもまあ赤字ならんのは何よりやけどまあここまで物販売られたらいいかなっていう自分の中での目標を定めとったんよ余裕でそれ3日目にしてもうその目標も達成してしまってその時点でうちはもうああめちゃくちゃ成功し,しちゃってんだこのツアーとかって思ってたんよね。それももうさらにねファイナルでも全部 崩してうちの人生なんかもう一回始まったぐらいの5周ぐらい回ったぐらいの大成功を終えましたこのツアー全部の面でうんだからほんまの意味での大成功なんですよねうちは4日連続もういいライブができたみんなのいいライブを見れたそしてちゃんともう一回深くつながれた またたやろううっていう約束を交わせた認め合えたそこにいる人たちに認めてもらえたまた好きになってもらえたそういう小さい目標、うん全部うちはうちの中ではね一個ずつ確実に満たしていけたんちゃうかなってまあうちの目に見えてない範囲ところではまだね もしかしたらまだ足らへんかった部分はもちろんあるやろうしちょっと何日か経ったらまたそういう課題がちょっとずつまた浮き彫りになってじゃあ次は次はもっとこんな感じでこんなライブしたいなとかっていうのがまた何日かしたら出てくるんやろうけど今んとこも私も今日のもう今日でも私はもうもう胸いっぱいです生まれてきてよかったって思いましたライブしながら最高でしたありがとうございます ほんまにセブンスコードが最高すぎてそして初めて行った箱ですめちゃくちゃまず広くて「なんじゃここ」っていうぐらい広くて初めてでその弾き語りで行くそのライブバーの、あのー、区分ではこ,こんなとこあんねんやっていうぐらい広くてほ <laughs> んな何かいかつい、あのー、オーナー。 マスターが出てきていかつー思ってめっちゃいい人でいかついいのにめっちゃいい人で料理めっちゃ出してくれるし何から何までスタッフさんも何から何までもうほんまによかったほんまによかったあありがとうございましたもうほんまに迎え入れてくれて仲間にしてくれてありがとうございました一緒にソイビーンズ今日出たソイビーンズとジョニーホネオさんもね あの初日から始まって、えー、2日目3日目4日目ってその2組はねあのどこかしらで一緒にやってくれてもう離れるの寂しかったもんな最後「うん、まあ情熱大陸」ぐらいちょっと泣いてもたもんなほんまありがとうございましたもう旅いい旅ができましたおかげさまではいえー、ちょっとこんなラジオで今日今日のライブでうち初めてのことがめちゃくちゃいっぱいあったんやけど あい初めての気持ちすっごいいっぱいあっていろいろ初めてがあったんやけどラジオでこんだけ泣いたんもう,うち初めてやなさ今ツイートでなちょっとだけ動画切り取って「赤か空」の動画をうちがもう涙結界した瞬間やな一番や一番あの歌われたらや,やばい歌詞を、まあ、どこ歌われてもやばいんやけど骨代さんが「 そこの歌詞を歌った瞬間あれ骨さんやったよなもう誰かも分からんけど歌われたフローから聞こえてきた瞬間もう決壊し,したんそのその瞬間決壊してもうたそこを今切り取って動画を切り取って保存して確認のために見てる時にもう一回泣いたもんね泣いてる泣いとる自分の姿見て。 頑張りますまた約束をしました八代にも成長して帰ってきますと守るんで成長して帰ってきます毎日の生きる活力がまた大きく増えましたありがとうございました九州4日間すいません取りっぱなしでホテル入ってす,、ね、すぐに今のうちの胸の内を全てねどう伝わってるか 聞きづらいかと思いましたが、いつもの通りか、いつもこんな感じか。ありがとうございました。四日間、うちの一人の。ね、やつで。あのラジオ。やりましたけどね。聞いてくれた方は。ありがとうございます。九州の人には、この。感じ、うちの思い。何より。こう。届。きやすいと思いますけど、それ以外の人。は、どこか。かしらで。ね。あのー。またライブを。こういうのを経て。 どうなっていくんかっていうそのライブをね、またボイラー理香めのライブを見に来てください。よろしくお願いします。ボイラー理香次は10月16日に山梨のカズホールでライブがあります。ええー、そしてええー、大事なねあのイベントたくさんあって11月12日にカメフェス2022っていう13バンド読んででっかいえー、フェスを ボイラ『シモキ下北沢6でもない夜』と『ライブホリック』の2会場でこれでっかいイベントやります。それ、まああの現地が下北沢やから東京やからあのもちろん東京の人はもう絶対これ来てください。E プラスでチケット販売してます。えー、そして、えー、それはねほんま来れる方はほんまに来てください。13バンド全部最強のやつをうちは集めてますんで、えー、それはまたもろもろホームページとかツイッターチェックしてください。 12月の、えー、3日4日10日と透明版ツアー回ります「犬人間ニョンズ」というバンドと「マイベストテープ」っていうボイラーリクガメうちが今一番信頼してる、あのー、バンドですボイラーリクガメが一応信頼してるっていうか、まあ、うちはそれは個人的なあれなんやけどもうこの今年やったりここ数年を経て、あのー、親密なバンド2組。 と透明版ツアーに回ります。それも詳細またチェックしてください。えー、そしてですね、12月29日これ一番大事ないけど下北沢のレックでボイラーレッグがのワンマンがあります。それに向けてうちらは今それに向けてすべてのことを今あの着実にあのそこに向かっていってるようなやつです。ワンマンライブでどんなライブになるのかもう楽しみ。 ですもん私は自分のがどうなっていくんかがもう自分でも分からんもん楽しみです分からんくなるためにこうやってね九州き来てこんなライブをしたりとかこんな涙を流したりとかそういうのが全部全部の答えが多分ワンマンライブで出る嫌でも出ると思うので今のその時の最強のボイラー「陸亀」をワンマンライブ下北沢レックあの来れる人はぜひ来てください。 よろしくお願いします。はい。えー、失礼いたしました。ほなみなさん、わさこらさっさっさ。ほなみなさん、さんわさこらさっさっさ。さあ<ー>。バイバイ。骨の兄貴でした。さあ<ー>。<laughs> ありがとうございました。